The Friends of Ringo 石川。どうも平成ヒッピーです。この The Friends of Ringo 石川というやたらと洒落たタイトルのゲームをやっていきたいと思います。ニューゲーム。ああ、ものすごい不良。電車で殴り合う。これは不良以外の何者でもない。ああ、ともう動けるぞ。ああ、唐突に始まったな。あ、なんだ、まるでパンチか。あ、このなんか青いやつね。青いやつが私っぽいよ。すごい、いきなり始まったな。小指やっちまったみたいだ。拳がいかれてなかっただけよかったな。気遣いありがとうよ。いつもグローブなんかつけてっからそうなんだぞ。あ、ボクシング部。こんな時に最悪だぜ。ま、平手で殴るんだな。で、他の奴らとはどこで落ちちゃうんだよ。公園だ。一緒に行くべきだったんじゃないか。かもしれねえな。また駅で何かあると思うか。間違いねえな。ああ、始まった。おお、タバコ吸ってる。超不良。最近のゲームでは珍しいね。この学生がタバコ吸う描写あんまないよね。どっちだ。あ、捨てた。タバコ捨てた。うわ、意外とコマンドタイプだな。ドアを開けろ。ダメよ。ダメなのか。0円。ああ、すぐタバコ吸うなお前らは。電車で吸うな。電車でせめてもっと隠れて吸え。お、なんだなんだ。あ、調べられる。さあ、どこに行くんだ。あ、着いた。あ、動ける。あ、 B ボタンでタバコ吸うのか。おっと、完全に喧嘩が始まる雰囲気だなこれは。いや、早いな始まんの。 R 長押しでガードモード。こうか。ほら、打ってこい。あ、ガードしてる。すごい弱いぞ。経験値とかあるんだな。座った。おい、金持ってねえなこいつら。まだ何をするゲームなのか全然わかんないぞ。とりあえず、まあ突っ張りライフを楽しむんだろうな。行って。いやー、学生の時な、全然不良とかと縁がなかったからな。まあ男なら、まあ、多少憧れる部分は多少はあるよね。多少ね。 R を押すと不良モードに入ります。おお、これが不良モードか。ああ、これぐらいだったら俺も真似できそうだな。4対2はきついんじゃないか、さすがに。あ、投げた。どうやったかわかんないけど。こうか。0円。高校生で0円ってことはないだろう。何をしてるんだ。かっこつけなくていいから、調べるお金を。ああ、不良モードでいこう。後ろのやつも真似してくるな。かわいいな。だから一緒に行くべきだって言っただろ。あ、めっちゃいる、めっちゃいる。弱いな。俺は金をあさっとこう。押せよ。こいつが指やっちまってさ。どの指やったんだよ。小指か。いつか切り落とすんだからいいだろ。いえ、慰めのつもりかよ。リンゴ見てくれ、頭をやられた。ドイツがリンゴなんだ。マジかよ。あ、俺がリンゴなの。で、ケン、お前の指は大会どうすんだよ。フォントがさ、このなんかゲームフォントみたいなやつ好きだけど、すっげえ漢字読みづらいよね。何の大会だよ。こいつ来週試合なんだ。いて、その手ボクサーにして弱っちいな。最悪だな。お前あんなに準備してきたのに。まあ仕方ねえよ、大会またあるさ。あー、すぐタバコ吸うなお前ら。候補名のやつらだ。駅にいたやつら難航だな。あと電車に乗ってた白滝白滝の3人組な。3個がグルになってることはか。悪くねえな。
ところでリンゴ、山口のやつらが俺らを助け出しする気だったらしいじゃねえか。なんでいらねっつったんだよ。なんだその話。俺らだけで十分だろ。ああ任しとけ。こいつが病院でまずまずでついてクソでもするときに助けてやるつもりかよ。翔、俺たちはこれから何を残せるかって考えなきゃいけねえんだ。他のやつらのこともな、わかるだろ。俺ら2年、この5人だけで3年のやつらをボッコボコにしたらすげえだろな。漫画の読みすぎだぜケンちゃん。あいつがケンちゃんか。翔、漫画ってすげえんだぞ。行為はいいか。おっす、ついていくぜ主将。主将なのボクシング部のリンゴ石川が。一丁やってやるぞお前ら、このチャンスを逃すな。おい、気持ち悪いぐらい固まってんのお前ら、仲良しか。忘れた。すごい。まだストーリーが飲み込めてないけど、誰が来たのかと思ったらめっちゃいるな。どうしたクソガキ、調子乗ってんじゃねえぞ。太刀打ちできるって思ってんのか。うん、とりあえず喧嘩。おい、ちょうん、とりあえず今は丸ボタンを連打してたら勝てるな。ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川って言ってたけど、俺はリンゴ・石川の友達なのかと思ったけど、俺がリンゴ・石川らしいね。あー、俺のとこ3人ぐらい来てるぞみんな、助けてくれ。なんだ、タイトルが出てきた。いい感じにタイトルが出てきた。死んだのか、いや生きてる。うん、結構謎のゲームだなこれ。あー、まだ倒してないよ。なんだ、お、1年経った。俺がお前ら退学させろって上に提案したのは知ってるが、知らねえって。俺はお前たちの退学について聞いたんだよ。だが校長は、俺たち教師は全ての生徒のことを考えなきゃならないって言ったんだ。それはどういう意味なんだって聞いたらよ、校長はお前を退学させるよりも留年させる方がいいってんだ。それを聞いて俺はへこんだよ。でも俺たち先生のお気に入りの生徒だろ。そりゃそうだ。だからお前たちがこの春に無事卒業できるように手を尽くしてるんじゃないか。ありがとう先生。まあ待て、たまには授業に出ろよ。分かったよ、努力する。以上だ。なんか優しい先生だね。じゃあな先生。あの金髪もさっきもいたっけ。石川、なんですか先生。石川、お前はバカじゃない。ちょっと行動改めてみたらどうだ。俺はどうなんですか先生。お前はな、高橋、残念だけどアホだ。正直に言ってくれて助かります先生。ほら行け。なんかいい子だな普通に。タバコ切れちまった。いい子じゃねえな俺も。剣が持ってんじゃないか。あいつ今摂政摂政してんだよ。あ、そうだったな。いつだっけ、あと3週間か。そうだ、準々決勝な。あ、ボクシングの試合があるからタバコをちょっとやめてんだ。オリンピックみたいに1日で終わるもんだと思ってた。お前前に大会行ったことあるよな。行ったけど忘れちまってた。で駅行くかだな。そういえば俺お前に一箱借りがあったな。いいよそんなの。ダメだ、男の約束だからな。お前がそう言うなら。んー、駅にタバコ。ああ、もう買いに行ってる。捨てるなそこに。ああ、うまかったな。タバコ吸ってうまいってあんまり聞かない気がすんな。俺ら退学になると思うか。昨日の夜から眠くてフラフラなんだ俺。ねえよな、卒業式の前はねえだろ。どうなったって一緒だろ。あいつらの計画じゃ卒業する人数は決めてあるだろ。俺らが退学になったらあいつらの評判にも傷がつくよな。出来損ない2人を退学にさせんのもその計画に入ったらどうすんだよ。そりゃ残酷な計画ってやつだな。お前将来ヤクザになるっていうのは妙なこと考えてんな。ヤクザになるな。まずは認めてもらわないとな。卒業証書なしで入れないのかよ。入れるだろう。それじゃ下っ端にしかなれねえだろう。ああそうなのかな、やっぱヤクザも学歴社会なのかな。なんだコンビニかな、なんか買えんのかな。こんにちは。おお、結構お金持ってんな。コンビニにしては高いな。っていうかコンビニに刺身定食は売ってないな普通。ね、
ビールを買おう、不良だから。あ、やべ、間違って3個も買っちゃった。どうしてるの。あ、なんか見れる。いやー、間違ってビール2本買っちゃったよ。酔っ払っちゃうな、これは。成績とかあんの。あー、ほとんど F だ。ほとんど F だな。奨学金とかある。なんだこれは、妙にリアル。あー、やっぱリンゴの方が強いな。万引きとかできないのかな。フィットネス。あー、なんかすごい自由度高そうだな。コーチ、話す。どうも。おー、どうした。筋肉つけたいんす。じゃあここに来て正解だな。1レッスンいくらっすか。レッスン前じゃなくて月払いなんだ。気にならなかったらどうするんですか。気にならないことなんてないだろう。その鉄の塊持ってみろ。なるほど、どんな器具があるんですか。器具なんて必要ない。え、古代ギリシャにそんなもんなかっただろ。みんなただ重りだけで鍛えてたんだ。簡単なこった。なるほど。月3万たっけ。結構高いですね。まあな、でも毎日トレーニングできるんだぞ。毎日1000円ずつってのはどうすか。毎日来れば同じ値段ですよね。毎日は来ないくせに。バレましたか。あ、まだ入れるわけじゃないんだ。ん、なんかあったぞ。60キロ。うん、ショップ。あ、とりあえずいろいろ見ていくか。何探してるんだよ。うわ、テレビたっけー。テレビデオ2万する。金の鎖。うわー、ゲーム機欲しいな。いつか買おう。ゲームはついてんですか。一つあるよ。何のゲームですか。わかんないけど、これについてたやつだ。面白いゲームってのは保証できるよ。わかんないのに保証できねえだろ。この値段にゲーム込みってことっすか。そうだな、この中に入ってるのは全て金額に含まれている。これから他のゲームもっと入荷します。それは何とも言えないね。あー、でもゲーム機多分やるにはテレビも必要なんだろうな。この横のひびは何すか。どこ。その左の。何もねえけどな。これ中古ですか。ほとんど新品だよ。おい、このおっさんうさんくせえぞ。心配すんな、ちゃんと動くぜ。テレビも見れて録画も見れるし、何でもできるんだよ。2 in 1ってやつだ。へえ。ほら、何も問題ないから。保証はついてんすか。あー、こいつしっかりしてんな、石川りんご。面白い鍵だな。金の鎖は多分武器だろうな。あー、店の中でタバコを吸うんじゃない。せめて外ですね。とりあえず暇つぶしにこいつらボッコボコにしとくか。ほら、あれ、襲ってこないこいつら。誰とでも喧嘩できるわけじゃないんだ。あー、なんか日が暮れてきた。なんか行くとこあんのかな。あ、もう学校着いた。すげえ他校のやつらが学校の前いるな。ん？ここは石川りんごの学校なのか。あ、もう7時だ。あ、学校7時に学校に入るな。ちょっと学校見て回るか。なんかあるかな。この辺も入れる、入れる。お、なんだこの可愛げな。難しい話すの。ナミ読む。なんだ急に英語だぞ。話そう。ナミ、こんないい本どっから引っ張ってきたんだよ。実験をしてるの。どんな。リンゴくん、ネズミには誰も迷路の出口を教えてないの。ネズミと比べてもらうなんて光栄だな、ナミ。哺乳類は人間と変わらないのよ。ああ、笑うこともできるらしいな。あ、そうなの。じゃあ彼らに冗談でも言ってきたら。私の邪魔しないで。ああ、全然何を言ってるのかわからなかったな。ちょっと本読んでみようかな。読む。うん、とりあえず一番上の Tap into the source of power。 おー、読んでる読んでる。なかなかの速読。あー、すごい。もう8時だけど大丈夫かな。ね、何時門限とかないのかな。あー、どこまで読もうどこまで読もう。読めるだけ読んでみよう。
不良のくせに読書めっちゃしてる。さあ時間の限り読んでみよう。あーすごい集中力。お前もなんか読め高橋。お前は時間を無駄に使うなー、突っ立ってるだけじゃないか。おいリンゴがこんな熱心に本読んでるのに、お前はナミさんの前で突っ立ってるだけだな。口説いてんのかなナミさんを。もう22時半だけど大丈夫？明日に響くぞ。脳みそがこんな風に働いてるとは。こんなことを学べるなんてな。一冊読み終わった。あ、締め出された。もう倒れそうだ。帰る時間だ。さすがにあんなに本読んだ倒れんのか。お、朝になったな。あー勉強できる。あとはサンドバッグは何もできない。あれナミさんじゃないこれ。首相愛子だった。愛子何やってんだよ。先生にあんたの面倒見ろって言われたの。冗談だろ。本当よ。は、笑っちまうぜ。首相、私の性格分かってるでしょ。簡単には引き下がらないやつだって。分かったよ。でも今日だけだぞ、覚えとけよ。おっと、まんざらでもなさそうだなリンゴくん。はいはいリンゴ、分かったわよ。おっと、愛子ちゃんと一緒に登校だ。で、道場は最近どうなんだよ。シロはうまくやってんのか。ん？もう私行ってないの。そうなのか。そう、もうちょっとで入試だし、私頭良くないしさ。どこ受けんだよ。どこでもいい。お母さんみたいに専業主婦にならなければ。それで、そうか。大輔とまだ付き合ってんのか。別れた。バカなのよあいつ。そうなのか。本当にあいつラブレターも書き間違えるし、どうやって私たちのクラスに入れたのかしら。あいつ頭いいんだと思ったけどな。あいつやり投げなんてやってんのよ。だからいいじゃねえか。いやいいでしょう。体いいけどやり投げってなんか単純すぎる。お前全やり投げプレイヤーを敵にしたぞ今。そうかな。私もっと頭がいい人がいいの。自分が頭良くないから同じような会社嫌なの。ごめんな。同族嫌悪ってやつだな。じゃあ愛子、ここでな。うん、またね師匠。この続きはまた明日。マネージャーなのかな。冗談だよ。どういうこと。また明日も一緒に行こうね。ふふ、冗談だよってこと。あーすごい。あー、リンゴは全然ノート取ってない。高橋も全然ノート取ってない。あ、丸ボタンで取れるノート。サボれる。書いておこう。プラス 2%。 不良ゲームだと思いきや普通に学生ライフを送ってんな。